天候の関係で九州一周もちょっと複雑な道をたどらざるを得なくなっておりまして、今日は一旦福岡に戻ります。でこの大分から福岡まで日本本線、鹿児島本線で移動するという構成を予定しておりますが、すぐここでお弁当など買って出発しようと思いまして、今朝の8時でみんなも活動を開始しているような時間。しかしですね、大分駅の中にあの土産物とか、まあ、地元の名物とかそういうのを安く売ってるところがありまして、ぜひそこで買い物をしていきたいと思ったんですけども、あのそこね、朝からやってるのかなと思ったら9時半ぐらいにならないと開かないらしいんですね。だからしょうがない待ちぼうけ、まだ朝の8時ですから、まあ、どっか喫茶店か何か入ってね、暇を潰せばいいかなと思います。ちなみに口内炎ができまして、あのその関係で喋りがおかしくなっております。でその間皆さんに一つこの九州のコーヒーショップをご紹介します。多分これね、九州に入ってからいっぱい見るんですよ。小倉とか大分に多いんですけど、シアトルズベストコーヒー、なんかスターバックスコーヒーに似てないから、これわざと似せてんじゃないかなと思われるようなコーヒー、 SBC がね、スターバックスコーヒーと同じ頭文字なんですけれども、絶対に意識してるようなと思われます。しかもスターバックスコーヒーはシアトル発祥という点に共通してるわけです。このシアトルズベストコーヒーなんですが、おととい小倉に入ってからずいぶん頻繁に見かけるようになって、昨日大分の街を歩いていても、この他にももう1店舗すぐ近くに見つけました。どうせスターバックスのパチモンなんだろうと思ったら意外とそうでもないようでして、1968年の創業アメリカシアトル、スターバックスもアメリカシアトル創業ですが、スターバの創業よりも3年早いそうです。アメリカでは、スタバの子会社になっているそうでして、こちら日本では JR 九州の子会社ですから九州に多いそうです。他にも大阪に店舗があるとか、そんなことが書いてありましたね。編集が遅れ気味なので、そこでちょっとやらざるを得なかったのですが、もうそんなわけで日は随分高く昇っています。今日は雨予報だったはずですが、随分晴れています。今日は福岡を巡る予定ですが、今から移動するともう夕方になってしまいそうです。なんだこれ、じゃもうお前動画編集だけし一応終えるのかと思うかもしれませんが、今日は心配いりません。こちら今日は大分から福岡市内まで特急列車に乗れる、こんな切符を用意しております。これはですね、昨日あの大分に着いた時に、あの私の知り合いの方と2枚買って1枚ずつ分けたんですが、特急列車2回分の回数券がありまして、普通福岡まで5050円かかるんですが、2枚一緒に買うと3090円と2000円もの割引をしてくれる、この切符を利用します。今日は青春18切符ではなく、この2枚切符で JR 九州の特急列車ソニックに乗るのです。大分駅はこんな感じで、かなりデザインなどもしっかりしてですね、いろんなお店が入ってるんですが、豊後庭崎市場というのが改札の真上にあって、ここで買い物をすればまあ間違いはありません。お昼というか朝ごはんというか大分の名物2つ買ってきました。これめちゃくちゃ安い、超おかしいぐらい安いんですよね。ここはちなみに大分駅の屋上で、こんなに綺麗な鉄道神社みたいなのもあってですね、遊具とかもいろいろ揃ってるんですが、まあ、ただで好きなだけ使うことができます。でご紹介するものは2つです。まず吉野の鶏飯と書いてありますが、この吉野と書いてあるのが一番美味しいそうなんですけども、鶏飯、鶏の炊き込みご飯、味もねピシッしっかりとあの染みててね、これ美味しいんですよ。お土産で一番おすすめなのはこの吉野の鶏飯の炊き込みご飯の素です。ちょっと要冷蔵なんですけどね、私も初めてもらった時、なんだこの美味しいのはと思ってですね、驚きました。それからこちら、大分でよく食べられる鶏天、まあ、九州全般的に多いですが特に大分が有名、ポン酢をかけて食べます。これですね、まあ、値札目に入ってると思うんですけど、200円、ちょっと安すぎると思うんですよね。他に、鶏天弁当というのもありまして、これに簡単なおかずと、白いご飯が持ってるのが300円で売られてる、そっちもね、あの素晴らしいコストパフォーマンスだと思うんですが、まあ、今回はこの鶏天も食べたいので、単純な鶏天ハーフというのを買ってきました。でもこれで200円はやはり安い。ポン酢をかけて食べます。でこのポン酢なんですが、なんかどことなくねカボスの香りがします。緑色の柑橘系カボス、九州特にこの大分ではカボスが名物 でお寿司なんか食べるときにもね、お刺身かな、カボスの、レモンのようにしてビシャビシャビシャっと絞ってですね、ひやひたにします。でひたひたになったのを、香りも爽やかでサクサクしていて、値段もお財布に優しい200円。公衆ともに優れた大分県の素晴らしい名物たちです。他にも大分には美味しいものがたくさんあります。椎茸が有名、私は大好きです。特急の自由席が混み出すんで、そろそろ行かないといけませんが、駅前広場もこれです。なかなか都会的。私が中学生ぐらいの頃にリニューアルをされました。乗り場です。
大分と博多の間を走る特急列車ソニック号です。 JR の特急に乗るのはこの旅では今回が初めて。普通は特急列車に乗るとべらぼうにお金がかかりますんで、乗らないわけですが、今回は特急列車に乗った方が普通列車で行くよりも安く済むということで乗っております。しかもスピードは速く、今日の午前中作業で取られてしまった時間を一瞬で奪い返してくれるはずです。福岡までは2時間と30分。亀川、一木、宇田、柳ヶ浦、中津、宇野島、行橋、小倉、戸畑、黒崎、森尾、橋、終点、博多です。グリーン席は1号車はご遠慮ください。Ladies and gentlemen, thank you for using JR Kyushu Railway. This is a Sonic Limited Express bound for Hakata. じゃあ九州の都福岡市、その博多区にある博多駅は九州の中で最も主要な駅で、各方面への特急列車新幹線などが発着します。すぐ脇には博多バスターミナルなどもあり、これもまた交通の要所になっています。ところで皆さん、福岡と博多についての違いとか区別とかってできますでしょうかね。私小学生の時に福岡県の県庁所在地はと聞かれて、私は博多と答えたんですが、博多ではなく福岡ですよと先生に訂正をされまして、そのように覚えました。そしてそのまま違いについてはよく分かっていませんでしたが、まあ、割と最近になってちゃんと識別できるようになりました。博多駅前に伸びる大通り、この大博通りにはこんなものが飾ってあります。皆さんも見覚えがあるはずです。小学校、それから中学校の歴史の授業で教わったはず。こちらには左から鏡文字で漢の和の名の国王と書いてあります。西暦57年に中国から日本の名の国の王様がもらってきた金銀です、ゴールデンのスタンプ、ここに紐を通す穴、蛇の彫刻、なかなか立派ですが、こんなに大きいものではなく、実際には相当サイコロみたいに小さいものだったようです。今から2000年ぐらい前の話ですけども、当時の日本はまだ今みたいにまとまった国をしておりませんで、いろんな国がバラバラにですね、争い合っているという、まあ要するに戦国時代的な状態だったようです。その頃日本では記録をするという文化がなく、多分文字もなかったんでしょうね。何もですね、当時のことはわからないそうですが、しかし中国には、ちゃんと記録をするという文化があり、五漢書統一伝というものの中で、日本の和国ではこのような争いが起こっていて、またこのような金印を和の国、和の名の国王に対してあげましたみたいな、そういう記録がですね、残されております。
文章なんか書かないのに金印だけ上げてもしょうがないんじゃないかって気もするんですが、日本から当時力の大きかった漢、もう巨大な大国中国に対して朝貢、我が主である、主である中国様、このご機嫌はいかがでしょうかみたいなことをですね、言うと、あ、よいよい、お前はわしの、配下である、この金印を授けようみたいなことでもらってですね、ああありがたく幸せみたいなことをおそらくはやっていたんだと思われますが、そういう風にしてもらってきた金印とされています。この金印自体は現在地博多駅周辺ではなく、ここから海の方、博多湾の外に出た鹿の島というところで見つかったものなんですが、まあ、ともかくこの博多港というところがどうも当時から貿易の拠点として活躍していたのではないかということがよく言われておりまして、実際この博多という町の名前も相当歴史が古いのです。各方面に伸びていく航路、行き先の一つには壱岐、一つには対馬、そして一つには韓国、さらに昔は中国など各方面本当に伸びていた重要な日本の玄関口として博多は栄えたのでした。ですからこの大変に分かりやすい地図をぜひご覧いただきたいんですが、もともと国際都市、貿易都市、博多として栄えたのはこの2つの川、北側が中川、南側が三笠川、この2つの川に挟まれたこのエリアが博多として言われている場所でした。そして江戸時代、徳川が政権を取ってから地図でいうとこの辺り、今映ってませんけど、この辺に福岡城を作りまして、そして全体を福岡としてもっと開発しようということになりました。その時今実際に開発もされたんですが、地名をじゃあ全てこの博多というところも塗り替えてしまって全体で福岡という地名にしましょうということになった時、あまりにも徳川なんか目じゃないぐらい古くから栄えていたこの博多の町の商人の人たちが大反対をしまして、俺たちの栄えさせた博多、その名前を消すんじゃないということで、その反対運動に押されてか、この町の名前が博多で残ったということです。現在もなお、残念ながらと言いますかね、この三笠川より南も現在では博多区に登録をされているんですが、ちゃんとこの中川よりもですね、北側は福岡県福岡市中央区ということで、別の行政区画の名前になっております。そしてまたこの中川は特にその博多と福岡を分かつ、境として重要なところでした。ここにお城があるということは、つまりお侍さんたちがこちら側に集まって、また商人たちはここで商売をするというわけです。このようにエリアが分かれていました。そして、それぞれの分かれていたエリアの緩衝地帯としてここにある、これ中川で南側の博多川と言いますけど、もともとこの中川の中洲ですから、この中洲島、ここがですね、現在も中洲川端と呼ばれていますが、それぞれの町の緩衝地帯として機能していたのです。ですから見てください、この地名ですけどね、上五福町、中五福町、下五福町、他に天谷町、この綱場町っていうのもそうだろうな、ここら辺はですね、全部まあよく見てもらえば昔ここで商売をしてたんだなっていうのがよくお分かりいただけるような地名ではありませんか。江戸時代になってもこの辺り博多の名前が残ったのはいいことだったのかもしれませんが、しかし残念ながら江戸時代になるとこの博多の性格はかなり薄まりました。江戸幕府が鎖国をやってしまいましたので、この博多では国際貿易というのは全くできなくなってしまったわけです。それから博多は九州の中での地位が相対的に低くなり、長崎が第一の都市として明治時代の中頃までは栄えていたようです。ただしまた九州の中心はここだというふうに明治政府が認定したからなのか、帝国大学などもこの子に置かれるようになって、もう一度博多はその地位を取り戻し、全体的な福岡、そして北九州市と同時に九州北部、九州の都として現在の繁栄に回帰しています。まさに博多の地区が示されていますが、私のような観光をすることを意識しているんですかね、博多旧市街と書かれています。歴史があるわけですから、それだけ古いものもたくさんあります。ちょっとこの地図の案内に従って博多地区を見てみることにしましょう。本当にすごくてですね、さすが旧市街って感じですが、ここに大きなお堂、それからこれもお寺の五重塔的なやつがありますけど、それから左側にもまたなんかこんな感じお寺があって、もうお寺のすぐまた脇にはあそこに大きな鳥居があります。それぞれの神社仏閣についての知識は私は特にありませんが、このように昔からあるものがずらっと実は並んでる、こんな大きな建物の合間に本当にこの辺り至る所にこのような類のものが並んでいますが、よく考えてみればあの京都ですら鳴くウグイスの頃から、ようやく町が広がっていったというわけですから、それでも1600年の歴史がありますけれど、ここはもう漢の罠の国王から金印をもらったかどうか、まだ日本で文字の記録をつける文化が発達していないような頃から、ここは町として栄えていたわけでして、そりゃ古いものがこんだけずらりと並んでいるのも納得です。知ってはいましたけど、こういう風な見方で博多を歩いたのは今度が初めてなんですが、結構古い景色がいっぱいあるんですね。見方を変えれば楽しみ方も随分変わります。博多総鎮守として親しまれるこの櫛田神社は奈良時代からここにあるといいます。
今の建物は豊臣秀吉がこの辺りを復興させた時、もともと戦国時代で博多はもう戦乱で全て荒廃してしまったので、新しくこの町を復興させる時、その一環で直されたものだということです。商人の信仰を集めまくっていると見えて、至る所に寄贈された鳥居やら石碑やら、そういったものがずらずら並んでいるのが見えます。少し進んでこんな石碑を見つけました。旧川口町と書いてあります。昔野菜市でにぎわう野菜の市場があったところだそうですが、豊臣秀吉の計画のもと進められた焼け野原博多の復興計画がなかなか独特でして、当時のことを太閤割というんですが、こういう縦の道ありますね、こういう道ね、この道に対して名前をつけて、でこの周りにその町名を振るってことをやった、ね。まあ、今の日本の普通の映画だと、ここにこのブロックごとにこう振っていくんですけども、まあ、そうじゃなくてこの縦の筋同士でその道に隣しているここを、名前をこうその道についた名前に通しに、住所を振っていくということをやったもんですから、まあ、それはあの戦後にですね、ちょっと分かりにくいということで、結局改められてしまって、長く続いた秀吉の太閤割、それもまた現在では消滅しました。しかしその町名を懐かしむ人たちが、このように昔西鉄線で走っていた市内電車の下に敷いてあったこの石をですね、それをこっちへ持ってきまして、そしてそれぞれの町の町名のところに、ここはかつての川口町、そういったことをこう埋め込んでいったわけです。そしてまた少しだけ歩いて今大通り沿いに出ました。この真下には地下鉄空港線が通っており、中津川端駅があります。これ見ていただくとね、このように川を渡り始めるわけですが、もうわかりますかね。地図で確認しましょう。大分から到着した博多駅、そしてこの地下鉄に沿って祇園のあたりからこの昔の町割りのところを通り抜けて、今この大通り、もう一度空港線の下に戻りました。ここがその中洲の中洲の先、この辺りからは武家の町で、この中洲は武家も町人も来ることができた町、こちらからは完全に町人の町です。博多と中洲を分かつこの博多川、ずいぶん淀んでいて、なんだかあまり綺麗な川のようには見えません。これ実際に淀んでおりまして、本流の中川が増水して大変なことになった時だけ臨時にここへ水を流すようになっていて、普段はここに水は流れないのだそうです。こちら中洲は歓楽街として古くから栄えた場所、町人の遊び場として、町人はですね、自由にこの橋を渡ってこちら側に来ることができ、また侍の人たちもなんか申請みたいなのをすればこの中洲に遊びに来ることができたようです。なるほど、確かにドンキホーテとかね、ネットカフェ、カプセルホテル、そういった大衆的なものが目立つようになります。出されたチューインガムの跡も急に目立つようになり、この街の性格を如実に表しています。中洲は有名な割には狭いエリア、もう一瞬で抜けてしまいました。そしてこれより先、ここに中川がありますが、これを渡りますと、まさにこれから先は町人の町博多ではなく、江戸時代に新しく作られたお侍の祭りごとの町、福岡ということになります。見るとですね、これは新和銀行、こちら福岡市役所、こちらも毎日新聞、新聞社など、急にお利口さんな建物が目立ちます。あれは何かな、保険会社、富国生命。川のこちら岸が博多区中洲、そしてこちら岸は中央区天神となっています。つまりこれから先また有名な繁華街天神に続きます。川をあと15分ほど歩いて下ればもう博多湾、午後の海風が涼しいです。天神様の細道じゃーなんての向こうで今言ってますけどね、あの横断歩道の BGM であるじゃないですか。見るも立派な、ここが福岡天神です。博多周辺も立派ですが、九州ナンバーワンの繁華街といえば現在はこの天神でしょう。目の前には九州の私鉄会社、日鉄線の福岡駅があります。なんか雰囲気はね、都会なので、これを見て博多と言いたくなるかもしれませんが、これを博多と呼ぶのは不適切であるというのは、もう皆さんもここまで動画をご覧いただければお分かりでしょう。この天神で一般的にすることといえば、やっぱりお買い物かと思います。三越、ビブレ、まあ他にもなんかいろいろあったと思うんですけど、私もあんまりよく分かりませんが、私の持ってるものもね、結構天神で買ったものが多くて、例えばこのリュックサックですけど、あの前に福岡に来た時にね、あの前のリュックサックがもうボロボロで小さかったんで、この大きいのに買い直したんですが、これ天神で買ったものです。まあ、それから今のこの靴はね、これはあの別なんですけども、あの前にね、もう一個別の靴があったんですが、あのその靴とこれとあの2つ交換しながら使ってるんですけども、これじゃない方の私の動画に登場する茶色い革靴も天神で買ったものです。
博多駅からここまで重い荷物を持って歩きちょっと疲れましたんで、飲み物も少々贅沢、紅茶家電、甘いやつですね。体力の回復になるでしょう。ちなみにこの天神と博多駅の間は実はバスを使えば100円で移動することができまして、これは大変有名ですので皆さんも覚えておくといいでしょう。三越に西鉄のバスターミナル、大変立派。その手前には福岡の名物うまいラーメンの屋台が夜の営業の準備をしているようです。今はもうこの通り栄えまくっている福岡天神ですが、もともとはどうもゴーストタウンのような場所だったようです。江戸時代もともとこの辺りは大変城下町として栄えていたようですが、明治維新後に侍がみんないなくなってしまったので、この辺りはもぬけの殻になり、じゃあ殻になっていて空いているからそこに公共の施設を持ってこよう、福岡市役所や福岡県庁などがこの天神地区にたくさん建てられたようでした。立派な福岡市役所が今もここにドンと建っているのは、もともとこの天神に何もなかった空白の時代の名残とも言えるのかもしれません。でその福岡市役所の裏手なんですが、こちらこれ天神中央公園というんですが、都会の喧騒をまさに離れた感じですね。こんな広々草原、あそこでカラスも休憩中、こちらでもカラスが休憩中、人も向こうの方で休んでますが、まあ、こんなところなんですけどね。これちょっと見てもらって気づかないか、さすがにこっち気づかないね。ここずいぶん変わった公園でして、公園の中にこんな感じの、まあこれに限らずですね、ここにもずらっと並んでるし、まあ柱だけではなくてもっといろいろあるんですけど、なんか古びたこういう構造物がずらっと並んでおります。これは明らかにここに何かあったらしいことをこう伺わせる作りですが、もちろんこの公園なんですね、もともとは何かの建物で、その跡地が公園になっているということなんです。じゃあ何の跡地だったのか、ここはですね、旧福岡県庁です。何でも大元をたどると旧福岡藩の処刑場、まあ、つまりなんかこう公主刑とかね、それから切腹とか多分するんだと思うんですけど、そういう処刑場だったようですが、それが明治になって、うわカラスが死んでる、この中にねカラスが死んでるのが浮かんでるんで、ちょっと離れますね。でだったらしいんですけども、それがですね、ここにその後福岡県庁の置かれる土地となり、ただその県庁が公共サービス需要の増大に伴って、もうこの敷地では手狭だ、新しく別の場所に建て直そうということで、この敷地はこのようにですね公園になり、そして現在は博多区吉塚の方に移転してしまいました。でこれがですね、私はなんかこうこの辺り福岡の変遷のこう象徴的な存在だななんて思うわけですが、もともとこの天神周辺は侍の政治の町であったけれども、それが侍たちがもうみんないなくなってがら空きとなって、そして空いたところにまた県庁が新しく入ってきて、もう一度政治の中心になったけれども、またその政治の中心になったことでこの天神の町自体も復興して、繁華街なども立派にずらっと並んできたわけですが、まあ、一方でその成長していくその最中にですね、こちらにあった、まあこれ昭和の中頃ぐらいにこれ福岡県庁が移転してしまったんですが、ここにあった県庁の方はまた別の博多の方に移転して、この天神もまた現在は商売お買い物などの町として栄え尽くしていると、まあそういうわけでして、なんかねこれがこう町の変遷をこう象徴する存在に見えませんか。私はそのように感じます。さてそして上空をかっきるように旅客機、どこかからかの国際線が飛んでいます。韓国から来たのかな。この博多と非常につながりの深い韓国、向こうには福岡空港が本当にすぐ近くにあります。先ほど博多駅に着くときもお話ししましたが、この辺りの飛行機はあまりにも低く飛ぶので、なんだか街に落っこちるのではないかと、ちょっと乗っていても、ね、怖くなるほどの低さです。これは本当にすぐ近くに福岡空港があるからです。この天神からも博多駅からも中津川端からも地下鉄で1本、これほど便利な市街地に近い空港はもう本当に福岡ぐらいしか日本にもありません。旅客機は毎度飛ぶたびに猛烈な音を立てますので、福岡市民がその騒音に対してどう思っているのか私もよく分かりませんが、しかし本当に便利な空港であるという認識だけは間違いないようです。飛行機が飛ぶと猛烈な騒音を立てるわけですので、これについて福岡市民がどう思っているのか私はよく分かりませんが、少なくとも便利な空港であるという認識だけは福岡市内共通で間違いないようです。なんたって博多駅から5分、 JR 西日本山陽新幹線はそのせいで苦戦を強いられています。ビブリの1階に出店するシアトルズベストコーヒー、朝も大分で紹介しましたが、これもまさに九州を代表する光景です。右側には対立するようにスターバックス、そのすぐ裏側にある博多ラーメン全1杯320円、これは博多ラーメン、まあ、この辺りで食べる豚骨ラーメンの1杯の値段としてはそれほど安い方でもないようです。もっと安い250円とかそういうのも、ね、あるらしいんですよね。ただそれは東京から来た私にとってはどれも信じられない事実で、320円でも目を見張る驚きの安さです。
散々皆さんにお話しているように、ここ天神は福岡ではありますが博多ではないので、博多ラーメンをそこで食べるというのはなんだか違うような気もします。この天神と同じ福岡市中央区に長浜という地区があって、もともとは長浜で生まれたラーメンのスタイルが博多ラーメンに続くようです。ただ現在では博多ラーメンと長浜ラーメンの違いはほとんどないと言われていて、私もその違いはよく分かっていません。で今ラーメンを食べたばっかりですが、お腹は結構減っておりますので、まだまだ食べに行きます。福岡ですね、いつもお世話になっている方と、合流をしまして、これから一緒に屋台巡りをすることになりました。こういうのは、ね、初心者でちょっとハードルが高く、私今まで屋台で食事をした経験っていうのは日本国内外場所を問わず、ほとんどありませんので、いや本当に案内していただいて助かります。ありがとうございます。1軒目に行ったのは焼き鳥のお店です。しかし私がこの時に撮った映像をどっかなくしてしまったので、撮った焼き鳥に関してはご紹介することができません。いや非常に残念。まず天神の屋台の歴史についてご紹介します。もともと戦争が終わった時、ここで無秩序に適当に売り始めた、闇市みたいなものがこれの起こりで、でその後もずっと非公認だったのを福岡市の公認でですね、月5000円とか非常に安いお金でできるようにしてたんですけども、一種やっぱりこれはちょっと不公平だろうとかそういうふうな意見があって、結局屋台は縮小の方針となりました。一方でどんどん実際に屋台が減ってくると、中国の一人っ子政策みたいなもんですよね、やっぱりちょっと少なくなると寂しいなということで、また増やす方針に今では改められているのです。揚げたての天ぷらを出してくれるお店に行きました。最初の焼き鳥屋さんと天ぷらのお店はもともとあった屋台ですが、これ今ちょっと離れたところまで天神の地下街を通って移動しているんですけれども、最近では新しく出店を許されたというところもあります。ずっと今まではね、屋台は1台限り、代替わりはなしということになっていましたが、最近は公募でこのように変わり種、新しくおしゃれな屋台なども登場しています。昔からある屋台は本当に古そうなリヤカーでやっていますが、こちらは割と新しめ、なんかこう洋風のお酒とかカクテルみたいなものを、売りにしているところでした。私もノンアルコールカクテルをご馳走になり、またいろいろとおごってもらってしまいました。ともかくこのようなわけで、この日の夜は3軒もお店を回り幸せな食事をしました。それではこの動画はここまで。おそらくここで今本日の使ったお金について表示していると思いますが、宿泊費が計上されていないのには理由があります。この日は宿泊をせず船中泊となったからです。次回も楽しみによろしくお願いします。ありがとうございました。